さあ本日のアンケートあなた20年以上使っている家電がありますかあのね昨日昨日でしたっけリスナーさんが言ってたんですよあのー、週1の洗濯にしたら20年洗濯機持つよっつってそこメインかっていう話をああ加藤ちゃんとひよちゃんが、えー、知り合いの中国語の先生が洗濯は週に1回やると洗濯機が20年ぐらい壊れないよというアドバイスですか <laughs> <laughs> っていう話をしてたんで「20年か!」っつって「はい、20年以上使ってる家電がありますか?」「え、はいあるんだよね」「はい、B」「いいえないよ20年は持たないでしょう」っつって「はい」えー「メールで参加する方はヒップアットマーク ROKINAWA.CO.JPHIP アットマーク ROKINAWA.CO.JPHIP JP。はいよ。えー、電話がですね、098869-8640。はい。ファックスが098869-2202となっておりますので、えー、今日もですね、えー、いつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかといって、予想もタッコはしてからに送ってください。見事ぴったしカンカンの方にはお米券を差し上げますので、 はい、ティーサージに参加するすべての皆さんは住所、本名、電話番号、はいそして郵便番号をタッファーしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよはい、梅子ちゃんどうもありがとうございましたはい、ありがとうございます20年以上使っている家電ってありますか私は B ですね <laughs> ないはい、まだなくてうん、はい、実家にはある実家 他にもないですね。うん、20年以上の老ものはないですね。老も、ね、のね<物>。はい、はい、ありがとうございました。<laughs> 待ってください。どうします？<laughs> どうしましょうか？私あのやっぱり携帯と電話とかもそうなんですけど、うん、結構ものは大事に長く使うように心がけていて、はいはい、あの新しいものが出たからといってすぐ買い替えるタイプではないんですね。うん、ただあのいつも 壊してしまって買い替えるっていうことが起こりますうん、それは普通大事にしてるとは言わないですよね <laughs> いや、えー、大事にしてるつもりなんですけどねはい、はい、携帯電話も前回も落としてちょっと画面が割れておっちょこちょいなんだねそうかもしれないですねその一個前も、うん、あのお尻のポケットにこの携帯を入れていてそれを忘れてトイレに入ってはい、はい、あのドボンと 水没,水没しましたすすっとこどっこい,いですね <laughs> そうですねよくもう自分で壊しちゃうっていうのはありますねそれでちょっと長持ちせずに20年以上っていうのはないかもしれないです<ー>、はい、携帯はね僕も全く同じパターンで水没があるんであんまり人のこと言えないなと思うんですけど、はい、あの <laughs>、はい、あれですよ携帯の場合は落としても大丈夫なカバーがあるんですよ。うんうん 画面が割れにくいやつがあるんです僕今それにしてるんですけどこれにしてると大丈夫です、はい、え、割れないですどういうカバーなんですかえっとねか角にねクッションがついてるんですよ<ー>はい。そんなものが出てるんですね、うん、なんかのねテレビでやってたんですけど、はい、こういうなんかガラスとか、はい、こういうのって角に衝撃加わると割れるらしいんですよ、うん、なるほどだから角にちょっとガードがついてるというか、はい、やっと使えば割れないですね 折れてないです僕全然私みたいな方にはちょっとぴったりですねうんかもう <laughs> 紐もつけるかあ首から下げて、はい、はいはいなるほどね首から下げるタイプが一番いいんじゃないかな、はい、そうですねそうだと落とすこともないですしねうん,うんはい <laughs> 確かに物持ちはじゃあそんなにいい方ではない いい方で,はでもあの壊れないものに関しては、うん、ずっと持ち続けてたりはするんですけどそれはそうで財布とかはもうすごい長いですけどあ財布はじゃあもう何使えなくなるまでずっと使ってから新しいの買うのそうですねそれかもういただいて財布をあの交代するっていう時ぐらいしかないんですけど今はもうずっと。

なんんんんかわけもねねそうです基本的にはもう全て買い替えたんですね新しく買えたので一番長いのでもう1年ぐらいです今からじゃあ20年持つかどうかっていうところですね。そうですねなるべくコンセントを抜いたりとかして待機電力はないようにしたりとか意識はしてるんですけどねただ洗濯がどうしても多いんですよ。洋服が大好きで 洋服をよく着替えたりとかするので、うん、あの洗濯の回数が多いので一番最初に洗濯機がちょっと危ないんじゃないかなと思ってますこちらの情報によるとですね、はい、週に1回にすると洗濯をはい、はい、<laughs> 20年持つみたいですよ週に1回ですかはいいやー週に1回だと多分もうあのお家の洗面台洋服であふれ返っちゃいますね、うん いということはやっぱ毎日洗濯しないとそうです、ね、間に合わないということですね。今日もなん,か、はい、なんか紫っぽい服着てましたね。今日は、えっと、ズボンなんですけどいい下はもうあの紫とピンクの間ぐらいの色ですね。で上はあのちょっと短めのこれはなんていうんですかねニットのようなジャケットを着てるんですけど。うんうん あのお気に入りです結構。あ,あそう。はい。なんかベニーモノケーキみたいになったね。<laughs> ええー、そうなんですかいやいや。褒めてるんですよ。褒めてるんですか褒め,<れ>褒めてるんですよ。<laughs> はい。そうなんです。はい。ありがとうございます。いや素敵なグラデーションというか。はいこのジャケットはですねインターネットで購入したので<い>あの丈の長さ。 なので思ったよりも短くて、うん、着てみてちょっとびっくりしてるんですけど本当におへその上辺りまでしか丈がないんですね。えー、<laughs> なのでちょっと手を挙げるともうすごい見えちゃうので<ー>これを着る時は必ずちょっとハイウエストのものを着るようにしててこの組み合わせで着るようになってます。 なんだか本末転倒のような気もするんですけどね <laughs>、はい、やっぱネットで買うとそういうこともあるのかなあると思いますやっぱり一度あの長く使うものに関してはもう手に取ってああ現場で見て買うことをおすすめしたいですねあ,あ,ありがとうございます <laughs> 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 あっそうはい,はいよくあるんですよねこのネットで買うとどうしても安くて、うん まとめ買いすると何パーセントオフとかに弱いのでそれをあと23個買っとけばもうちょい安くなるよっつってそうなんですよはい、はい、や,やってしまいがちなんですよねやっぱ僕らの世代は、はい、着てなないののに買うのが不安なんですようん、うん、洋服とか靴とかは、はい、リアルショップ行かんとちょっとなんか変な感じなんですまだ。回 はい、まあ OK だったやつは同じものまた買えばいいから、はい、それは大丈夫なんですけど、はい、第一発目はやっぱりこう実際手に取ってみたいなっていう時代の人ですね。そそれ大丈夫ででですすか別にそうですね、うんあのー、やっぱりこのネットで、うん 同じぐらいの身長で同じぐらいの体重の方が着てる写真とかを見て、うんうん、あだったら私もこれぐらいで着れるかなっていうのは一旦想像しては見ますえ今時そんな感じで乗ってんの身長と体重が乗ってて身長と体重乗ってて体重は乗ってたかな<ー>体重は乗ってないかもしれないですけど身長が乗っててああいや M サイズこんな感じで着てますみたいなのが<ー>乗ってるので、うん、じゃあその辺りが違うんじゃないかな <laughs> 体重ですかネット上と <laughs> はい、いやもう本当に最近筋トレを頑張ってるのであと1か月追い込みだなと思って1か月2か月ですねはいあ、はい、もうそれは僕はもう信用しないことにしてるんでいや待ってくださいヒープーさんあの本当に今もあの、はい、触発されたんですよ福山 D に触発されて、はい、彼がとっても今ダイエット頑張ってるので、はい、私も頑張ろうと思って毎日筋トレを頑張ってるんですね、はい、今、えっと、8日目に入りました、はい、<laughs> あれ はい。今年度の初めぐらいから言ってましたよね。<laughs> これからなんです。ね。気づいたら一年経ってました。<laughs> <laughs> <laughs> はい。はい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、<laughs> うん。でも、これはあれですよね。あの、厳密にいうと、あの、放送上で嘘言ってることなるから。何かに引っかかりそうであるんですけどね。ね <laughs> <laughs> やるやるねやるやる詐欺というかね、うん、はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから東名牧子アナウンサーでした、えー、本日のアンケートをですね「20年以上使っている家電がありますか?」「A」はい「あるんだよねすごいね」「B」「い B うんうんないよ20年はもったんないんじゃない」っつって、はい、さあそして「昼ボケのお題新しい旧正月の祝い方どんなの?」 はい懸命に「昼ボケ」と忘れずに本日もアンケートを「昼ボケ」ともに張り切って参加してみてくださいゆたしくはい本日のアンケートをですねあなた20年以上使ってる家電ってありますか A はいあるんだよね上等だね B うんうんないよ20年は待たんなっつっていやうちないだろうなと思ったら仮想言ったら20年経つやつありますねえっとね冷蔵庫はい ちょうど20年ぐらいじゃないかな。ほん、ね、一緒に買った電子レンジ。はい。これ普通に使ってますね。ちょっと電子レンジ調子悪いかな。ああ、表示のところが。ああ、意外とありますね。うん。はい。皆さんどうでしょうか。行きましょう。一発目。ああ。 そそそうそうそう皆さんこんにちは東京から国分寺の加トちゃんとひよちゃんですこんにちは今日も仲良しですね昨日の洗濯の件本日の T ーサージのお題にしてくださってありがとうございます、はい、加トちゃんひよちゃんの中国語の先生が週一で洗濯機使うと20年持つよっつっておっしゃってたというね <laughs>、えー、今日のアンサー A ひよちゃんが学生時代から使っている炊飯器括弧38年もの えー、土鍋の方がうまく炊けますなるほど、えー、加トちゃんが学生時代から使っているアイロン37年ものはい大丈夫かこれ <laughs>、えー、職場でもらった中古のコーヒーメーカー42年もの本体がメーカーが思っているよりバラバラになっています どういうことだろうこれ <laughs> ああなるほどもっと分解できるってことね掃除する時は分解していくこと採用よりももっと分解できるというねえブさんうちが最新技術が応用されてる家電に憧れてるって家電には内緒ねいやいや放送ちまってねこれみんなま,あまあだな42年ものってよな何年 はあ、はいありがとうございますあんでもアイロンはいきそうですねなんかイメージまあ火拭いたら危ないけど <laughs> 続きまして皆さんご機嫌いかがチーム取り年クロちゃんですこんにちは。アンケートの答え 一人暮らしを始めた時に買った家電がありますね炊飯器と掃除機ですね28年使ってますよこれまあまあだな昨日だったかな国分寺の方ちゃんのメールでたまにしか使わないと長持ちするって激しく同意しますね米を炊くのはたまにだし掃除機は充電式のハンディタイプを買ったらそちらばっかり使えますからそれでは番組最後までお決まりやすあ,あと1個あるってことねあーはーはーあのー 線つなぐタイプの掃除機じゃなくて充電してからにやるやつあおっちの実家にもなんかいつの間にか充電式になってたんですけどあれ充電切れるの早く来ないバッテリーがダメって言のかな、えー、やんばる娘です昭和の家電は壊れにくいけど今のすぐ壊れるよねこの間5年しか使っていないテレビ壊れるし20年使ってる家電ないなって家の中を探したらあったアイロンめったに使わないからなかなか壊れないよ。 やっぱ頻度と比例してるのかなあと一個。皆さん、こんにちは。ケンちゃんおじさんと申します。こんにちは。アンサーへ。スピードカッター,、えー。野菜などみじん切りするやつ。と、スチームアイロンが20年選手ですが、私の一番苦手な家電がアイロンがけです。ヒップさんは家事は少しはやりますか <laughs> ええー。死にやるよ。言っときますけど。俺、アイロンがけとか大好きですよ。うーん はいケンちゃんおじさんどううもありがとうございましたうんケンちゃんんおじさんそんなイメージだったんだ俺に <laughs> 20年以上使っている家電がありますか A はいあるんだよね B いいえ内容結構あるんですけど Twitter でもいろいろねあるんですがタクゾー RX さんの書き方が素敵ですねえー「互いに刺激し合って20年と言わず永遠に添い遂げられるといいですね家電とね」 どうやって刺激し合いますかね電気ビリビリですか物理的刺激ですか <laughs> あっちは電気こっち来るけどこっちが電気は投げかけられないんだよな皆さんオッツミスターラビットやイビーはいこんにちはヒープー兄貴まだ有給休暇が取れないよ買い取ってくれないかな <laughs> なんで俺が買うわ <laughs> ね今日のアンケート俺 B 兄貴結婚当初に家電を全部新しいものを購入 結婚して22年になるけど10年を過ぎた頃から次々に故障して今では全部買い替えになった白物家電はエコーのため定期的に買い替えた方がいいみたいだよあーそっかマジではいミスターラビットさんありがとうございますなんか昔白っぽい色のものが多かった家電で、えー、冷蔵庫あとんだっけ洗濯機炊飯器か違うな んかあんなやつ昔素人ばっかりだったんでそれで「白物家電」って言いますけど、うん、要は効率が落ちてるからってことですよね多分ねいやいやこれ分かるんですけど壊れてないいのに買い替える無理なんですよこれだから多少冷蔵庫とかちょっとなんかあんまり冷えなくなってきたなみたいなのもあるけどパタッと壊れてはいないんでなかなか捨てられないんですよね、うん、はいありがとうございますうん えー、さんこんにちは神奈川県川川県崎崎市より川崎のシオンですこんにちは20年超えはないですね一番長いもので1人暮らしを始めた頃から使っている電子レンジの18年です電子レンジ意外と持つよねなんかはい大事に長く使えればと思う反面新しいものには便利な機能が追加されるだけではなく省エネ性能の向上も、えー、期待できるので時々悩ましい部分ではありますねそういえば 家電ではないんですが、ヒーぶさんが動画で載っているダイハツフェロー、何年ものなんですか。いや、今日も放送最後まで頑張ってください。はい、しょんさん、ありがとうございます。ずっと持ってるわけじゃないんで、僕が、はあれはですね。えっとね、四十四年だったかな。あのね、後期型なんですよ、僕のやつは。四十二年から作ってたと思うんで。十四年じゃなかったかな、確か。はい。 まあ、旧車ね旧車はそうですねはい、あ、いいですねえー、皆さんこんにちはカーチーベイですよピューイはいこんにちは今日のアンケート B ですよ20年以上使ってる家電は何もないですねだけど最近1982年に販売された古いバイクを買いましたパーツ高いし大変になってます維持するのお金がかかるけど大事にしたいと思いますでは放送ラストまで縛葉りよ何買ったんでしょうかね <laughs> はい、勝兵衛さん。んそうなんですよ。バイクも今値上がりしててもう10年15年ぐらい前にもう本当に底値でこん時に俺あ免許取ってからこれあったら買いそうやしさっていうのがあったんですけどもう今買えないですね400とか7半とか爆上がりしてるのがありますねはいありがとうございます えー、皆さんサイ極悪善人会15番目の男ですチンチロリンはいこんにちはアンケートしかます A 電子レンジが2台 <laughs> 2台 1>, ?1 台は兄貴が家を出る時にそのまま置いていったのがあ23年ぐらいで現役バリバリで使用中姉と俺が共同経営していたカラオケラウンジで使ってたのが20年ちょうどぐらいこれはビニールをかぶせて指で置いています おもやで親父たちが使っている冷蔵庫も20年以上はならはずまあ特別を利口を利口しているわけではないのに安心を利口をやる安心またうんはい極悪善人会15番目の男さんはお姉さんとカラオケラウンジを共同経営してたんですか死にきりになるやつさあこっちが気になるな <laughs> はいありがとうございます 使わないのやっぱりカバーしておいとった方がいいんですかね久しぶりに使って使えるかなはい、えー、皆さんチュリース本日も朝から点上げチームあやこ南部からスクリュード S 本日もゆたしこなのだはいこんにちはいろいろ大変なことがあったけどどうにかやっと落ち着いたぜ無事何でもなくてよかったさわかんないっすけどよかったっすねはいして本日のアンケートはあるあるの S ね 今の会社入って24年になるんだけど電気ヒーターと電気ポットおいらがこの会社入る時からあってさそれ考えたら24年以上になるかな2回ほど引っ越しするってなってさ社長が「捨てれ!」ってなって捨てられそうになったけど俺が「ダメまだ使えるじゃん」って言ってからに持ってきて今になるけど全然順調に使ってますよこの時期には電気ヒーターと電気ポット助かりますねあったかくてぬくぬくできるから助かっています こんな感じな電気ヒーターと電気ポットシャメテンプ見てみてこのあったかそうな光に癒されてますよではではお時間まで千葉利用ああ、あ、あはいこれね二十四年以上うーんこのポットはなんでコンビニとかに置かれてる感じのやつですよねこれこんな古いのうん電気ヒーターはよあれやんばいや 構造が単純だから壊れにくいんでしょうねあ、まあ。燃費っていうか電気代はちょっと悪いかもしれないですけど昔のだから。ああ、ポットも壊れないと買わんしね。これは素晴らしいですね。糸満の紫推しさん、えー、訂正してお詫びしますということなんですが、えっとね、冷蔵庫シャープ製が1998年で一番です。98年 今ですよね24年前かおちゃんと写真も撮って送ってくれてますよ。あの裏になんかねステッカーみたいなの貼られてるじゃないですか会社名とか何年生とか。はあこ,このおたタカノブックさんは 今職場でもしかしたら同い年ぐらいかもしれない扇風機を眺めながらティーサーチパラダイスを聞いてます裏にも製造年月日書いてません毎年夏になるとドキドキしながらスイッチオンしますっていう <laughs> こいつ何歳なのかなってわからないっていうね何歳と一緒ですからねああ皆さんお疲れ様ですラジオネームうさぎに噛まれたですこんにちはして本日のテーマ20年以上使っている家題ありますかあるようの絵 今使っている冷蔵庫が息子が生まれた時にもらった冷蔵庫で多分26年ぐらいになるはずまだまだ現役で頑張っているよ家電って当たり外れがあるっていうさねまさしくこの冷蔵庫は当たりだねヤシが炊飯器はひっち壊れるっていうか窯の内側が剥げてからギリギリまで頑張ってもらうけどご飯が美味しくなくなるから仕方なく買い替えるさ皆さんの炊飯器事情はどんなですかね聞いてみたいさじゃあ時間まで頑張ってね はいお酒にかまれたさんありがとうございますうちは炊飯器はなくてですね炊く時はまとめてあの土鍋とかあんなのでやるのでないんですねはいありがとうございます炊飯器が必ちこ壊れる中の釜のコーティングとかあんなのがね剥げてくるんですねじゃああのさっきのひよちゃんの <laughs> もうコーティングもくそもない時代のやつなのかなうーん 皆さん息子はマユ命です。よろしくお願いします。こんにちは。今日は雨の天気ですね。ワクチン接種3回終わり、家で休養中だけど、あ、言ってましたね。アンサーへ。ヒープーさん、20年以上前の除湿機が今も音を立てて電気代もこわるけど、まだまだ使えるから、えー、雨降りに風呂場に洗濯物干すときに使っていますよ。じゃあ時間までファイト。あ,あ、多分除湿機やろな。あれも低減古いな。 あれ何使ってるかな。はい、マ、え、ユ、ー、さんありがとうございます。なんかね、音も立てて、音も立てずにじゃないの。音もわざわざ立て、ウィーンしてからに、ね。<laughs> あ最近洗濯機の音がうるさくなってきてるんだよな。脱水の時、ゴコンゴコンゴコン,ンしよう。設置法かな。ハイタイヒップさんスタッフの皆さん、ラジオお聴きの皆さんこんにちは。ヤンバル福喜並木からリリリスマイルリンダです。 はいこんにちは今日のメッセージテーマーアンサー A ですはいリンダの家では22年目のこたつが重宝していますよ毎年必ず旧正月前には出して使っていますコンセントコードは何回か買い替えたけどまだまだ使えます猫のくうちゃんと一緒に夜はぬくぬくしてますこたつ上等はいリンダさんありがとうございます今出してますこたつもしかして こたつってなんか懐かしいな。まだあるかな実家に。あれ畳じゃじゃないと出さないじゃないですか。で畳じゃ今減ってるからあんま見なくなってますよね。うんあの蛇みたいなコードな <laughs> こたつのコードあれ蛇みたいなんですよね。なんであれあの模様なのかな。ちょっと布っぽいので曲かりますよなんかね熱対策かな。 これ今のところ1位かもしれんな,な。P7 さん、思い出した。約50年になるこれがあったな、っていうことで。えー、電気スタンド。はい。机の上で使う電気スタンドですね。これ懐かしいっていうか、デザインが今見たらいいな。ザ・昭和。40年代。昭和40年代とか。 あんなぐらいのやつですワッターが小学校の時使ってたみたいなそうあのね長く押さないとつかないわけよガッチャンだよしかも今みたいにこのなんか触ってか触ってないかわからんみたいなやつじゃなくてガッチャンって押さんとちょっとためないとつかないんですよ <laughs> 懐かしい <laughs> 2リターデージ2リターグシカン中は九州にお年玉配るって聞いたからなんとか1月頑張ってきたのに一銭も終わった 口座に振り込まれてんしがこうなったらメールも一通も番組に届かんようにしようやつさどうもヒージャーパイセンやびあー一回これ警察に回しましょうねこのメールねして今日のアンケートを B さすがに家電で20年以上ないよやこんなのは人間に例えたらカジマ屋のおじいに働かせ,る働かせているのと一緒だよたまに動かんくなったら叩いて直そうとするでしょあれもおじいをぶんじらで救ってんのと一緒だからねもう休ませてあげてさ はい。いいジャパイセンさんありがとうございますたとえよまあでもなちょっとでもってるよね確かにもうおじいになってるけど頑張れ頑張れしてると一緒ですよね、うん、叩いてはいないですよ <laughs> もう今だけ叩いてるなおるかであ,あでも昭和型穴まだあるかもしれんなうん。拙者のラジオネームは三代目レップ歌い浦添しぶっすはいこんにちはアンケート B 炊飯器が15年ぐらい2台あるうちの地でチューナーで見ているテレビが13年ぐらいだねあとは引っ越しした時に家電は全て買い替えましたえー、本日のプレゼント眉ひのおじき自腹で大型冷蔵庫が俺は欲しいですでは拙者2人でごじゃるなるほどはい冷蔵庫開けますよっていうラジオ番組ってなんか聞いたことありますも <laughs> れなく今週は3名様に冷蔵庫ってあこんなある <laughs> 南城市のここははさんこんにちはこんにちちアンサー B20 年以上使用してる家電はないね家電には入らないけど小型ラジオは2 4 5年は持ってるね10年ぐらい前から AM しか聴けないけど小型ラジオが壊れるまでは使用したいちっちゃいラジオ長え持ってるよっていう方多いんじゃないかな はい1時になりました、T ーサージパラダイス、午後の仕事もですね、車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。はい、ババンのコーナー、<laughs> ラジオネーム、ポーリーさんのトイレの先客にババン、ええ、トイレとっくに終わってる朝に、つむつむカリンド外に出てからしえ、すぐどうひゃ、つむつむの音がくる。<laughs> これ急いでる人にとっては順に「A」って言いたくなりますよね <laughs>、はい。ありがとうございます。さあ、えー、本日のアンケート「あなた20年以上使ってる家電がありますか?」「A」「はいあるんだよね長持ちしてるね」はい「B」う「んうん」「20年以上はないな」は「い」さあそして「昼ぼけ農大」 新しい旧正月の祝い方どんなのでボケてください。はい。えー、懸命に昼ボケと忘れずに。メールで参加する方はヒップアットマーク ROKINAWA.CO.JP 電話がですね098869-8640。はい。ファックスが098869-8640。 2202となっておりますのでまだまだ張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよさあでは皆さんのお誕生日をですね晩日してからにお祝いしますよえっとですね採用率100%なので自己申告誕生日だけは投稿することにしてますチーム水亀座西原町のアムロンですはいこんにちは 毎年めんどくさいと言われるのを承知で申告しますが本日2月2日は私の17歳と372か月、はいえー、正しくは48歳の生まれ日ですおめんどくさいっすねもうドストレートにめんどくさいですねこれ新型コロナウイルスのせいで外出などを控えていますが行きつけのステーキ屋からバースデー肉クーポンが届いているので近日中お店が空いてる時間にでも行って肉を食べる予定です 健康で楽しい1年を迎えられるように祝っていただけると幸いです。えー、点コメントって書,書いてますね。この後に僕のコメントが続くということじゃないですか。<laughs> <laughs> あそうですよずっとこのスタイルでやってるんでね皆さんのメールを読んだ後に僕がコメントするというスタイルでやってますんでね。さん 48歳の誕生日おめでとうございますあ、ゃあお父さん肉食べてくださいよぜひひぷ、ね、ーさんこんにちはマイ高卒のヒロですはいこんにちはあら今日は自分の50代最後の生まれ日になっているよ来年60代突入に向けて悔いのない1年にしたいと思っていますよ先輩ですねはい 今年こそはコロナが収束して札幌に嫁いだ一人娘と3歳以来会っていない、えー、今年小学1年生になる一人しかいない孫初孫の名宮に会いに札幌に行けることを願っています今は置き釣りと沼がち動画通話で孫とコミュニケーション取ることが一番の楽しみさ医療従事者に感謝しながら早くコロナ収束することを祈っていますはいそうか孫と3歳以来会ってない 三年だつからもそうですね。六歳だから小学校一年生になるわけですね。うんはい先輩前高卒の h i さん五十九歳のお誕生日おめでとうございます。そうか六十代どんなですかねはいでは二月二日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますはーいハッピーバースデーふんほわは <noise> い 本日お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん、そしてデイジ笑える楽しい一年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよはいはい。本日のアンケートをですね20年以上使っている家電がありますか A はいあるんだよね B ないよツイッターで、A、落書き S さんあるよと 電気ポットに炊飯器オーブントースターは下手すりゃ俺の小学生の頃からまだ現役レンジの方が先に死んだ洗濯機は30年以上持ちこたえた冷蔵庫はそろそろ10年経つかなうちはいろいろ長いわよ家電ではないがお絵描きシャーペンは学生の頃からずっと同じ結構物持ちがいいですねんか使い心地とかもあるからシャーペンとかはねうんはい。 皆さんこんにちは元祖平谷知ですはいこんにちはアンサー A はいあります今部屋の冷蔵庫の中を見たら2002年生と書いた説明しているシールが貼っているのでちょうど20年目です一体誰が買ったのかなな何は冷蔵庫な、まある日急に出てきてました冷蔵庫誰が買ったのかな わからん平井小さながわからんとこターンわからんと思うよこれ <laughs> あもうこれこそ本当にあれだねサンタさんがプレゼントしてくれたみたいな感じで急ある日急にあるっていうねえいや勝ったか勝ってない勝ったか勝ってない誰が勝ったのかな <laughs> ジュニーあんたがわからんとわったがわからんどうや <laughs> こんにちはうちは家電には恵まれていて代物もテレビも10年以上は持ちますしかし買い替えたいのに掃除機の野郎は223 22年ぐらい現役で働いている壊れないと買い替えるのはもったいないがいいのが出ても壊れないからと買い替えられない貧乏性買い替えられないっすよ壊れてないんだろうにだ使えるんだろうにうん安心頑張って働いて野郎呼ばかりだからな 早く壊れればいいのにって思ってるってことえ、ね、え。ヒンチすんどこんなしたら家電ってある日突然掃除機が吐くなってるかもしれんどハ <laughs> <laughs> うじゃなくて <laughs> わじわじいし安心働っちょいもんやじゅに今日から吐こうやっすわつって草から吸って前から出すっていう <laughs> <laughs> ブロワーだブロワー。 え皆さんこんにちは久しぶりに投稿しますラジオネーム「サイドママ」ですこんにちは今日のアンケートをえ息子が生まれた時が梅雨時期でジメジメに耐えきれずに勝った女子付きが息子と共に22年目を迎えていますねその間に引っ越しも5回目しましたなんと去年建てた新築でも洗濯乾燥で大活躍私より長生きしないかねはいじゃあもしかしたら女子付きがモッシュなのかもしれないですね もう週の挨拶です。<laughs> はい。ありがとうございます。いや、物持ちがいいからいいじゃないですか。女子すってなかなか壊れないんじゃない。終わったの決定、あの、結構持ってるよ。長持ちしてるよ。まあ、厳密に言うと、その。除湿する能力が落ちてるのかもしれないですけど。全然使えるからね。うん。 皆さんこんんここににちちはは SO と申しますこんにちは早速アンサーへ今使っている炊飯器が20年以上使ってるみたいですよ土地が小学生の頃から実家で使っていたやつを持ってきたみたいでタについている液晶も真っ黒で全然見えないから買い替えようって言ってるのに買わないっす一応色とか味には全く問題なくケをしますね果たして夫婦生活も20年以上続くのかじゃあ時間まで頑張ってください 家電はあのね無理かもしれないですけど夫婦関係は努力でなんとかなりますからね俺は頑張りましょう、はいはあ、これ何で買えないのかなまあ使えるからっていうのがまず一つだと思うんですけどやっぱり愛着があるんだよ昔から家でこれでご飯炊いって言ったってもうこれの味とかがもう染みついてるんじゃないこ 液晶マックウルーだったらボタン何回押したかとか何時間で炊けるかとか分からないと思うんだけども大体もう勘で分かるんですね3回押したらこの表示になってるとかねうん皆様こんにちはあ仕事でちょっとミス,ミスしちゃってへこんでいるドゥードゥですなんでみんなミスしますよ大丈夫よはい本日のアンサーへ冷蔵庫ですねちょうど20年くらいかも5つのドアがあって 一つはソフト冷凍とかワインとか急速冷凍などのモードに変えられるのに数年前から液晶のところがバカになってるから何もできないでずっと通常冷凍モード次はこんなのにしようと思ってるからなかなか壊れないんだぜでも冷蔵庫って壊れたら即買い替えないといけないからちょっとは次のイメージしていてもいいよねではではあー 即日ででととちょっっややばいやつですよね冷蔵庫って洗濯機はもう100って、えー、1日あと明日とかでもいいけど冷蔵庫はもう壊れたらもうなるべくもうその日に買わんと物が腐るからねうーんあっということは冷蔵庫見とかんといけないのか今壊れたらこれにしようっつってうんいやなんかもうシンプルなのがいいな。 いろんな,なん機能ついてるじゃないですか氷作りますよとかなんかねいろんな扉もどっちからも開きますよみたいな「ちゃらってればこれ」みたいなねいやもうあのなんかもう鉄鉄鉄のなんか <laughs> 扉がもうマギーのターチぐらいしかついてないやつあんなのがいいかなうんこんにちは詰め替えようです <laughs> いいラジオネームですねこんにちはありますよオーブンレンジが27年ですね 結婚した時に買ったやつですがターンテーブルの皿は次男が落として割ったので普通の皿が入っています最近のは中でくるくる回らないんだよね古いやつは小さいのでお弁当とかつっかえてくるくるしないから一箇所だけが温かくなって違う場所は全然温かくならない大きい最新式のオーブンレンジ購入考えています T ーサージで当たるかな <laughs> ちゃんと聞いてるみんななんでこんなに聞こえてるわけ 「<laughs> 家電プレゼントします」的な感じで聞こえてるおかしいだろ <laughs> はいオーブンレンジもちょっと今日はプレゼントでは出してないですねすいません申し訳ない自分で買ってくださいねまあなんね弁当ねお弁当あっためようとした中でまあなんけど別にうちのレンジは普通にあったかくなりますよ周り。 オーブンレンジとレンジで何が違いますかオーブンと兼用されてるレンジがああ、うちのはレンジ専用ですねあ,あ、お疲れ様です大江戸子猫ですこんにちはアンサー A です嫁曰く電子レンジが25年持ってるとのこと電子レンジは未だに元気ですこれ意外と長持ちするんだよな昔の電化製品って結構使い勝手がいいんですよね余計な機能がなくシンプルに温めるだけとか 洗濯機はチャイルドロック機能がないから回したまま蓋を開けれたりとあ今の止まるもんねていうかあかんもんね蓋がねロッかかってそうメーカーもシンプルな機能だけで価格ぼうやすくしてほしいなあと具志川高校の生徒がうちのワンコかわいいと言っていました本当にいい子ばっかりですやっぱねタイトル「具志川高校の生徒」やっぱマるましの特にま具志川近辺は本当にもう なんだろうな。もう一つのもうヘブンですよねヘブン。<laughs> グソート違いのグソートヘブンって言ってる俺はヘブン。ティーパラシン化の皆さん、はいざ大人になりたいウルクサキルマヤエビンどうもご無沙汰しております。はい。ええ。何してた？発射。チャーマチーローや。ありがとうございます。元気ですか？本日のアンサー A ヤッさー。 電子レンジとこたつは20年以上なるなだが電子レンジは弱み入っているしてこの前こたつを使ってみようとコードしまってるところを開けたら前の奥さんのプリクラが出てきよった爆笑はい<笑><笑><笑>久しぶりに投稿してきたなと思ったら面白いメールやしやオくグ叫ぶマーさん何コードしまってるところ開けたらどういうこと コードがこっちに入ってんのかなっていう引き出しを開けたらってことですかね。前の奥さんのプリックランディ。<laughs> 時代やっさ、やじんで。<laughs> して、捨てた?。捨てた、捨てた、捨てたわけよ。前の奥さんのだったら。です <laughs> の、すぐ。はい、ありがとうございます。ヒープーさんに覚えていただいて、嬉しい紅茶家電です。あっしゃ覚えてますよ。なんで。はい。 アンケートを20年以上使ってる家電がありますかのはーいありますよ長女が生まれる前に買ったオーブンレンジ1996年生なので今年26年になりますケーキやクッキーを作るのが好きだったので電子レンジではなくオーブンレンジにこだわって買ったので離婚したり7回引っ越しをしたりしていますがずっと連れています買い替えを考えたこともありますが電気屋さんに相談したら最近のは火力が違うので。 強いいい火力が好みなら壊れるまでで使ってもいいのではと言われましたまあ電気代は高いかもしれませんけど今は調理にはあまり使ってなくてもっぱら温め専用ですがたまにパン焼いたりピザ作ったりとオーブン機能も使うのでまだまだ大事に使おうと思います素晴らしいいや使ってくださいこの電気屋さんもいい電気屋さんですよねいやもう買えた方がいいですよじゃなくてうん 親身になっててくれてね今のよりはこっち側の方が火力は強いかもしれんがこっちがいいよっつってそうなんかね昔のものって単純になんかねパワーがありそうなんですよ何もかも頑丈でパワーがあるみたいなイメージですよねああ、えーーーす,はい、すいませんなんかもうありがとうございます。アンケート 冷蔵庫が18年ぐらいかなでもさ近所の、えー、団地でベランダに出していた洗濯機が燃えて火事になってたな家電をあまり長く使うと危険もあるのかな経済的には長持ちは味方なんだけどもなエアコンの室外機がプロペラ機みたいな音を立てて文句言ってるから今年やばいのかなやばそうですねこれこれやばそうですね室外機に音が出るああ やばいかもしれんなあれマーランクだったらもう使えんからねはいありがとうございますそっかベランダに洗濯機置いとくとスタイルはやっぱり雨風にさらされるから、はい、基本はやっぱり電気使ってるんであんまり古くなってそのなんか電気がねあちこちに漏れてしまうようなことになるとちょっと危ないかもしれないですね うんはい、こんにちはマッツンですこんにちはアンサー B 半年前に同棲開始をしたばっかりなのであそうだね家電は全部新人さんです唯一実家からのお下がりでもらった3年落ちの洗濯機ぐらいです実家も母ちゃんが離島出張から帰ってきたのを機に交換した古い冷蔵庫は僕と同級生かっこ25年のベテランでしたが最後まで頑張ってくれていました 冷蔵庫はとかは上等は高いけど省エネ機能とかプランニングコストを考えると10年以上持つって計算したらいいやつがいいとのことでしたちなみに僕は家電とかの説明書は読んでせっかくある便利機能やらボタン設定などを使いこなしたいのですがヒープーさんも説明書とかは目当しますかないマッツンさんありがとうございますうーん 全部は見ないですね最初のミーのほらこれ、えー、こんなのが、えー、同じように包まれていますはいあります、えー、まずつなげ方こんなはい動きましたか動きましたよ基本的な機能で終わりですそんなにボタンがいっぱいついているものって何がありますいろんな機能って。 冷蔵庫とかも別に大体もう見たら書いてある通りに読んだ回答とか押せばそうなるってことですよね。だか読では1曲おい死に名曲やしこれ死に歌う人いっぱいいるんじゃないかはいラジオでもチュラさんからのリクエスト「山崎雅義で OneMoreTimeOneMoreChance」入りました。 はいラジオネームチュラさんからのリクエスト山崎まさよしで「ワンモアタイムワンモアチャンスという曲をねラジオから浴び出しましたがもうツイッター見てたらピュアなイスさんはね「雨降りにこんな曲聞いたら泣けてくる」っていうねお疲れですかね <laughs> はいありがとうございますやっぱりこれも後世に残る名曲ですね、はい、さあでは、えー、アンケート20年以上使っている家電 皆さんこんにちはワンダフル福岡からラジオネーム「海ドりっす」こんにちはアンケート B そもそも私はまだ20年も生きていないのだけれどもえ海ドりッんいくつね学生さんまだえ実家の家電はだいたい10年も使うとガタガタキで買い替えていたねその代わりに私が生まれた時にもらった真っ白のクマのかわいいぬいぐるみの白違うなシーローかっこ名前が いるんだけどもう20年弱も一緒にいるから汚れて空ー,ーになりそうさ。キープさんは生まれてから今まで持ってるものあるねジじゃあ時間まで読んだチバルンバ。ないな生まれてから今までっていうのはないなはい海鳥さんありがとうございます。俺もあってよあの捨てきれないぬいぐるみっていうかあの大きいクジラか何かのぬいぐるみがあったんですよ。これは、ね 可愛いからとかじゃなくてこれと一緒に眠る癖がついていて全然素敵じゃなくてもうボロボロなんですボロボロ。一回した時大泣きしたような覚えがあるなはいありがとうございます。あの <laughs> 似たようなことをツイッターでも書いてる方「昼間の奥さん」とかは白物家電がクリーム色家電になってるって書いてましたね。<laughs> 白いととところがちょっとねねてくるるクリームになんんですよ、ね、うん 大西屋に福岡久留米からバチコイです。はいこんにちは。アンサーへの冷蔵庫義理の姉から結婚祝いにいただいた冷蔵庫26年使ってます。年や同僚に冷蔵庫20年以上持ってるよと自慢すると相当電気代高から早く買い替えた方がいいよと言われているけど、家電にも魂があって。 買い替えようかなって言葉にしたら冷蔵庫が品質して壊れそうだから二十六年も一緒にいて愛着もあるから冷蔵庫に感謝しながら本当に壊れるまで使い続けようと思います愛車の MR ワゴンも十四年目に入りました名前はミルクです <laughs> 名前しきとばや <laughs> 上がらりもないバチコイさん嘘でしょ <laughs> はいありがとうございますミルクまたなんでこんな名前なのかなはい ありがとうございます車はですね、そうですね、僕の、あのー、オープンになる素敵な車をですね、形、は、式、いえー、形式、形式、年式,あ年式かは、平成5年式なんで、もうだから30年ぐらい前の車ですよ、で僕が持ってからもう20年以上経つんじゃないかな、はいだから車に関しては結構、長く持ってますね、はい。 ヒブさんこんにちは春ドラですこんにちは早速アンサー B 一番長くお世話になったのは冷蔵庫結婚した時に買ったレトロなまあ、でも10万もしなかったけど去年買い替えるまで丸19年お世話になりました別れる時はちょっと寂しかったなあと洗濯機は何年も通ではなく何回使うかで寿命が決まるんじゃなかったかなうちは女子3人と野球部がいるから 1>, 1日45回回して毎回4年ぐらいで買い替えかな じゃあ、相当洗濯機チャーマーシしてるなそうだよねいや、今日の医療も無礼からやっか毎日汚れてから持ってくるからね、はあ、はい、ありがとうございますこの最初の冷蔵庫は壊れたから買い替えたんですかね、はあ、冷蔵庫、例えば止まってしまって無くなった場合は冷蔵庫を入れる箱が必要なんですね、じゃあね <laughs> 中に <laughs> 開けたら中に入れ入るような箱が必要なんでしょうね多分ねはい。<laughs> ツイッターなんですけど初めましてウハカンニと申しますはいありがとうございますメールでも参加してくださいねメールで参加した場合は漏れなくウェルカムがついておりますよアンサーへ実家に私が生まれる前からあるヘアドライヤーがあります今でも普通に動きます実家で私の娘がたまに使っています ちなみに私は復帰っ子です。ということは50年以上前からあるっていうヘアドライヤーって言いますけど、皆さんどんなドライヤーイメージしてますか？あの手に持って髪乾かすのイメージしてるでしょ？ノンノンノンこれです。<laughs> <laughs> あの <laughs> 宇宙飛行士みたいにちぶるから昔のパーマ屋が頭からかぶるやつあったさあっためるやつあれです。これシカマスンどうや？ええ。 これ捨てない方がいいよこれ今実際使ってる様子ですね <laughs> 頭から被るタイプのヘアドライヤーですこれ死ね面白いないやこれ取っといてくださいこれ絶対もう骨董品ですよマジで <laughs> 皆さんこんにちは京都市の静かですこんにちはアンサー B 今の家に引っ越してきてから三年ちょっとなので家電は ほとんんどその時のもの時もですサイコさんは、えー、弟が一人暮らしをしていた時に使っていた冷蔵庫が7年ぐらいでしょうか独身用の小さめですが上に食洗機を置いて使うのにはちょうどいいサイズですなるほどこの3年のうちに増えた電化製品は食洗機ビールサーバービールサーバー <laughs> 電気ケトル精米機ワインセラーコンピューターミシンそして一番の新参者が冷蔵庫ですね 今は全自動エスプレッソメーカーをどこに置くか試案中です本当に電気がないと生きていけないですね発電所の方保守管理してくださる方に感謝感謝ですちょっと普通の家電とは違うラインナップですよね,ねえ、ビールサーバー精米機ワインセラー、うん、エスプレッソメーカーいいですねはい。ちょっとマニアックなというかねお家にビールサーバーあります 業者が納品に来るんですかね？ハハでティーサージパラダイス昼にボケとこ <laughs> さあやってきましたよ「昼ボケ」のコーナーということで今日もですね一番面白いベスト大喜リスト決めますはいお題「新しい旧正月の祝い方さあどんなの?で」でボケてくださいはいいきましょうえ本日一発目お エイジ伊達さんの新しい旧正月の祝い方はどんなの旧小企業って言いながら働くね今日から3日ぐらいは旧正企業だよっつってねもうデイジおじさんって言い,いそうなんだよなあああがやが言うから誰も突っ込めないっていうね中小企業ですよ何中小企業何が悪いかはやっつって。 言われそうだからね。<laughs> ホシュヒューマンさんの新しい旧正月の祝い方どんなの？<music> ワコールの代わりにウコールはめる。<laughs> <laughs> 今日さうちウコールだわけさ。上も下もウコールだわけさ。はわウコールはめるって見えが。<laughs> 重さなあれや <laughs> 続きましてシャバドゥーンさんの「新しい旧正月の祝い方どんなの?」<music>「重箱で余りがちなごぼうとこんにゃくと昆布を減らして三枚肉を増量」「いやいやこれはシャバドゥーンさん今からですよごぼうが美味しくなるあれベストバランスやんばよ」「これ1個食べた後にこれ食べて」っていうのはあれベストバランスだよ。 こんにゃくの良さも僕は今まで気づかなかったけどこんにゃくは必要ですはい絶対大事ですポロリーマンさんの、えー「新しい旧正月の祝い方どんなの」「家族全員が人形を持って声が遅れて聞こえてくるよ時も遅れてやってきてるよ旧暦だからなブハハハハ」 一刻うごっこします人形の代わりにおじいちゃんでもか食べてよや「か」じゃないよや <laughs> 不可動やおじいちゃんちょっとこっち来て俺がこねして背中トントしたら口パクパク押してよっつって、ね、<laughs> 面白いけどね確か面白いけどねうんルパンが愛した藤子ちゃんの新しい旧正月の祝い方はどんなの <music> 年賀状のあたりの景品がヤギ おー一生懸命みんな見るでしょうね <laughs> 何番やがや終わったっつってなんでヤギなのかな沖縄的な感じを出してるわけですかね <laughs> ヒージャーパイ前さんの新しい旧正月の祝い方どんなの <music> マサマジックに大量バターを口から出してもらうううう う <laughs> <laughs> ってなりますよね <laughs> 一枚が出てくるのが死に時間がかかる「<laughs> あれマサさん今日ちょっとお腹出てるな」っつって太ってきてるのかなと思いきや大量バタが「あはあ」ってなるかや <laughs> や,やるか,そ,うやしかそもそも <laughs> 何枚だそうしてるわこっちからハタハタ足「国 <laughs> <laughs> 分寺のカトちゃんの」 えー、新しい旧正月の祝い方どんなの <music> 一粒で二度美味しい某企業のアーモンドキャラメルに稲盛チフレーバーが登場合わせてポッキー稲盛チ味稲盛チの山稲盛チの里も発売 <laughs> <laughs> どっちかどっち派かってなるね俺山派だなっつっていや里派だな っち、ねうん、ナムルチュラージュなんですよ <laughs> いやこれ合うかな甘いのにこれ合うかな、はい、ありがとうポッキーイナモルチャージ味はなんか美味しそうしょっぱい感じも合うかなと思うからでポッキーだからなプリッツと違うんだなそっかはい えー、絶好調やすさルパンがした藤子ちゃんの、えー、新しい旧正月の祝い方どんなの <music> 沖電の人が走るニューイヤー沖電ガール新勝と対抗してね <laughs> あら私虫がやお詭の人大変だよや <laughs> はいありがとうございます沖縄ならではのねニューイヤー沖電。 <laughs> えンテンさんの新しい旧正月の祝い方どんなの <music> 白線の上に家族親戚が乗り落ちないようにみんなでオンラインでお祝いするこんな意味じゃないわけオンラインって線の上に乗っとけようじゃないわけよ「ま <laughs> た <laughs> オンラインだね」っつって。 いや顔見合わせてるし <laughs> 一列並んでるし <laughs> はいありがとうございますやっぱり前と後ろではオンラインでタイムラグがあいやーじゃないおや<笑><笑>おめえなんか生でやってるよやラスト、はあまた試されてるなヘンらびさんの新しい旧正月の祝い方どんなの?」 請求書もらったり出したりするときに請求書というああうんなるほど砂漠ですね脳みそが砂漠になるんですよ本当に <laughs> うん 違うです今聞いても分かるとこれ「ゆかへゃ」とか言ったらもうダメなんですこのパターンは台無しになってしまうんですよ味わいがで一回かみしめた後に「いいですね」<laughs>「<laughs> うかうかいや、こんなのこれツッコミ切れずにいたらまず出てきて「お願いマジで」はしゃべような、うん、もう変な目さ出さないでもらっていいですか <laughs> で何勝何敗やか俺、はい。ということで出そえましたじゃあベストギリスト CM の後発表しますので、はい、コマーシャルはいじゃあベストギリスト決めますよはい新しい旧正月のお祝いの仕方どんなのがあるかとねっへんラビザはもちょっと特別枠ってもうちょっと寄せときますこっちにュヒューマさんワコールの代わりにウコールをはめるはめるっていう言い方が僕好きなんですよね はい、上下今日上下は今日勝負だから上下ウコールってばワコールじゃなくてはいえ田、ー、の人が走るニューイヤー沖菱田がある <laughs> <laughs> 風物詩ですよねお正月のニューイヤー沖菱田はいお祝いの仕方なんで 今日はこれかなと思いましたヒージャーパイセンさんマサマジックに大量バターを出してもらう口から <laughs> デージブルーだすよもう表情もよ普段と違ってるんですよはあもうこの現場嫌だなっつって普段より負担が大きいんだよなっつって <laughs> はいおめでとうございますうん 請求書もらったり出したりするときに請求書という変なびさんね。ああ、なんて言ったらいいのかなこんな場合は。絶対言わんよやとかじゃないんですよね。面白い。もうさ面白い素直に。<laughs> はい。まだやまだやりますからね変なびさんお願いしますよ本当に。 さあじゃあアンケート戻りまして20年以上使ってる家電皆さんこんにちは、えー、ラジオネ、えーム匿名でゆたしくやいびんですはいこんにちはアンサー B うまく産卵に炊飯器の釜を取った状態で水を入れられて壊され冷蔵庫もボタンを壊され破壊されレンジはアルミホイルのまあまあ、サンドイッチを温めポン味カして故障など被害だらけ 三男が成人したら請求しましょうね相当やすさいや俺いくつぐらいかな三男の運はうんいやこれはもの心ついていやサンドイッチを温めようとしてるからなはいア,アルミホイル入れたらダメなんですよねレンジはいそうなんですこんにちはとぐろを巻いて聴いているパイソン z ですよニョロニョロはいこんにちは 本日のアンケートは A です結婚した時に買った掃除機蛇腹やホースがガムテープなどでぐるぐる巻きにされている掃除機電源をいないえ入れても蹴らないとオンにならない掃除機コードの収納が死ぬほど甘い掃除機ゴミをあまり吸わなくなった掃除機が現役であります引退予定が未定ですはいありがとうございますうーん。 この中で一番問題はゴミをあまり吸わなくなったんだな。<laughs> <laughs> もうもはや本来の糸がちょっとねできなくなってきてるっていう。蹴らないとオンにならない <laughs>。<laughs> これはあのよまた実家にも昔のよ掃除機あったわけよ。今あるから捨てたかな確かにあのコード引っ張ってから出すタイプなんですよ。あれが中に入っていかなくなりますね。 必ずあとちょっとずつ押して入れてるっていういやこれ巻き取り式の意味なさいわや余計なぎになってるやしって思いますよね中の多分引っ張るバネが弱くなってるのかなと思ったりするんですけどあ<ー>フローリングで引っ張ったら必ずこけるやつな <laughs> タイヤ地長もかんなじよよ横滑りみたいなガサガサガサ,ガサってくるやつ。 やっ,たやったい,いやついてんじゃないばっつってねはいありがとうございますコードに黄色いビニールテープ巻かれてるね <laughs> 間もなくですよっつって最後赤出て終わりだよこれ以上引っ張るなよっつってテープ巻かれてるねお<笑><笑>つぶやきしろみたいなとえー、はいさあ1ぷさん元郵んちですこんにちはアンサー A 多分だけど、カナエと結婚する前に買った掃除機と洗濯機が25年以上経つかな。でもよ、去年までもっと長持ちしていたトースターは、パン薬といろんな味がするからって買い替えられたさ。アンシェオミクロン株を気をつけましょうね。また謎のコメントやんだ俺。何 <laughs> 何もつけてないけど。 なんかこれでパン焼いたらいろんな味するんだよなっつって何 <laughs> ねでいろんな味って鉄味か鉄味これ鉄の味するんだよなっつって <laughs> 分からんなあげえつかっつたらもう何かしみてるのかな中にピーナッツの味するよこれっつってつけてないけど <laughs> 面白いなあ